皆さんこんにちは、佐々木萌香です。本日は通販サイトドローにて可愛い下着をゲットしてきたので、皆さんに紹介していきたいと思います。じゃじゃん、こちらになります。こちらショーツが後ろもしっかりついているフルバックタイプとティーバックタイプの2種類があるんですけれども、萌香はこのフルバックタイプのショーツを選んで、カラー展開が4色あるんですけれど、ホワイトとグレー、あとホワイトと、パープル、あとレッドとこのブラックのカラーがありまして、こちらのブラックを選びました。引き締め効果がありそうなこの黒の色がすごい品があって可愛らしいかなと思ったので、このブラックを選んでみました。花柄のこの大きなデザインがポイントとなっているこのブラジャーは、ちゃんと後ろまで大きな花柄が入っていて、内臓のパッドが結構厚めにしっかり入っているので、すごい胸が大きく漏れそうな気がします。つけるのが楽しみです。このショーツは後ろのところにもしっかりとこのようにネットがついているので、これで全く前からも透けることなく安心して履くことができそうです。サイドのところのこちらの紐が結構華奢なデザインとなっているので、腰回りをすっきり見せてくれそうなので、これから履くのが楽しみです。それでは今からこちらのブラジャーとショーツの方装着していきたいと思います。じゃじゃーん、今先ほど紹介してきた下着に着替えてきました。どうですか？この黒地のブラジャーに赤い大きなお花がすごい華やかで大人っぽくて素敵じゃないですか？すごくお気に入りです。かわいい。この L 字型に入っているワイヤーが胸をすごい引き締めて、もう大きく見せてくれる、持って見えるので、すごい勝負の時とかにこれから使っていきたいなっていうふうに思います。ここの先ほども紹介したショーツの脇のところの紐がこちら華奢になっているので、腰回りがすごいすっきりと見えて結構素敵じゃないですか。ショーツもここの真ん中のセンターについているストーンもキラキラしていて可愛くて、クリスマスとかに持ってこいって感じでおすすめの商品です。この花柄のデザインが立体感が特になく、このデザインがまっすぐにそのままになっているので、なんか上にトップスとか着た時とかデコボコしないで、そのまま綺麗にトップスが見えるようなデザインになっているところもおすすめポイントです。この動画を見ていただき参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。